今回はいい店長と悪い店長の見分けを実際に検証してみたお話ですいい店長と悪い店長の違いを教えていただけますかとマクドナルドの時の経験なんですけど二年に1回フロイダで世界中のマクドナルドの社員フランチャイズのオーナー取引先がみんな集まる 3万5千人ぐらい来るのかな大きなコンベンションがあるんですそこでいろんな展示もありますし教育のプログラムもあるんですまあいろんな学びがあるんですけどその中の一つの事例を紹介すると席からこうやってステージを見下ろすところに二つお店があって同じマクドナルドのドライブスルーです模擬店ですで、たくさんの人がお客さんになりしまして実際にドライブスルー行って買うフロントカウンター行って買うっていうのを一つの A 店 B 店でやるんです で売り上げが刻々とリアルタイムで表示に移ってきます右側のお店の店長は腕組みをしてはいあなたはフロントカウンター行ってくださいあなたは注文に行ってくださいと刻々とその働く配置ポジショニングこれを変えるんですやるフォーメーションを変えていくということですねもう一つのお店は店長自ら一生懸命自分も注文取ったり ドリンクサービスやったり、ハンバーガーを作ったりって一生懸命。自分もアルバイト来ると一緒になって働いてるんです。一見すると左の店長はよく働いてんな。右側の店長は腕組みして何してんの？なんかゆったりしてるわけですよ。ところが刻々と上がってくる。売り上げは明らかに腕組みした店長のお店の売り上げがどんどん上がっていくんです。すなわち店長が来ると同じように。自分も一生懸命同じ仕事をするんじゃなくて、やっぱりそのチームの。 パフォーマンスを営業の状況をよく観察して的確にフォーメーションを変えるというマネジメントをするとチームのパフォーマンスすなわち売上が上がるってことです。でこれをフロロアコントロールっから学ぶことはですね会社のマネジメントもそうで部下がやることまで手を出して <laughs> 自分も一生懸命マーケティングのテレビコマーシャルのリビューをやるあれやる営業の提案書まで全部チェックするというんじゃなくて。 誰をどんな立場にするか、誰をリーダーにするか、誰にどんな責任を持たせるかっていう。ティームパフォーマンスを上げていく。思考をしっかりとするっていうマネージャーが一番いい結果を出すということです。もっと具体的に言うとね、フロントカウンターにレジが五台あるとします。お客さんが殺到したとします。普通に考えると。五台レジを全部開けて、一生懸命注文を取ると思います。 そううすすと逆に滞留しちゃうんですお客さんがどのように来たらフロントカウンター何人体制にして厨房の組み立てラインに人を送って作るキャッパーを上げていくかある時には客さばき率を上げていくために客席をちゃんと片付けに行くとかいろいろフォーメーションあるわけですだからどういうふうにフォーメーションを組み立てたが一番売り上げも上がる顧客満足度も上がるかっていうのを考える店長の力。これはフロロコントロールこれは 結構しっかりと教育を受けてるんですね。だから店長に限らず考えてみると我々のマネジメントも一緒で、まあ私もよく見るパターンですけど、中小の会社の社長っていうのは現場上がりの方が多いんです。例えばラーメン屋一軒やって成功して他店舗を展開する。ラーメン屋の職人が社長になる。または大工さんが社長になるって結構いらっしゃる。 素晴らしい大工が成功するし素晴らしいシェフがラーメン屋で成功するわけですすると2軒目3軒目作る時に俺はこうやったぞこういう風にやったら絶対うまくいくぞっていうことをこと細かに教えますよねそうなるとその創業者が自分の時間で目が行き届く間はいいんです5店舗6店舗作ってもそれ以上になると行き届かなくなる そうなると細かく指示ができないぐらいの店舗数になると業績が落ちるということがあるわけでやっぱりそういうふうに多店舗展開して成長するためには人を育てるそしてちゃんと組織の,このフォーメーション誰をリーダーにして誰を後継者にしてっていうことまでやっぱり考えなきゃいけないいたらアウト、ね、<laughs> さらに店舗を増やそうと思ったらどういう人が適任ですか自分の 経験と知識を押し付けるんじゃなくて、それを理解して、それ以上のことを自分で考える。店長を育てなきゃいけないですよ。店長ですか。そうです。そのラーメン屋の運営を、のノウハウをただ伝えるんじゃなくて。店長を育てる、結果責任を持つね、で、自分で考える。だから、教えれば教えるほど、社員っていうのは。夜、指示待ち人間になるし、仕事じゃなくて、作業をやる。すなわち。 言われたことをやるっていうのは手足は動かすだけど脳は動かさないこうなると <laughs> 組織は成長しないんですよまだお話は続きます次回もまた見てくださいそしてチャンネル登録もよろしくお願いします